にちは。こんにちは。今運転中です。どこに行きましょうか。今日は、長野県の白馬に来ています。ちょうど紅葉が 見頃ということで、白馬に来てみました。はい。今ちょっと道路が道路がちょっとやばいのでなんか道路が工事中でボコボコしてて、ボコボコ、そうボコボコするね。ボコボコ、面白い言葉。ボコボコで、ナタリアも日本の紅葉のシーズンにあまりこう観光とか行ったことないよね。ないんじゃない？ 2回ぐらいありました。でも結構好きでしょ紅葉。だって私の生まれた月は秋です。でも私の生まれた日に雪が吹いてた。ドイツ11月で雪降る。私はウクライナに生まれました。あ、そっか。ウクライナも雪。いや珍しかった。ウクライナって雪降るんけ。降るよ、めっちゃあるよ。金沢みたいな雪があるよ。寒そうやもんね。あ、寒いよ。ドイツは昔雪ありましたか。でもだんだんなんだっけ、温暖化のせいでいろいろなところで雪がなくなりました。もうあまりないんですね。じゃあ北陸の冬どう。寒いです。やば。白馬マウンテンリゾートに着きました。今からゴンドラに乗って、で上に、なんかマウンテンリゾートっていう場所があるので、そこに行って紅葉とアクティビティを楽しみたいと思います。じゃあゴンドラに乗ります。あ、ゴンドラです。すごい。こちら私たちのチケットです。1枚はいくらでしたか。1枚往復で2,400円で1人。あ、1,200円で、なんか入場料、マウンテンリゾートの入場料も含まれてます。おお、早やばい。紅葉は今すごい見頃でベストシーズンだと思います。11月ばかりね。うん。でこの下に見えるのが多分競技用か何かのマウンテンバイクのコースだと思います。そうね。どうしたの？アイスクリーム。美味しそうやね。食べよう。おー、すごい。絶景や。ナタリア、あっち側見て。見て、なんか雲から光が入るね。本当や、神々しいね。うわ、すごい、めっちゃ綺麗。ここから金沢見える。ここから金沢はちょっと見えんな。さすがにちょっとだけ。さすがに見えんな。綺麗ね。うん、本当綺麗。そう、まだ上も行けるし、冬になったらここはあれ、あのスキー場。あー、そう。おー、はい。今から、マウンテンカートに乗って、この白馬の山を下っていきたいと思います、うん。で、あのマウンテンカートがドイツ製の車らしい。そうなの。そう。おー、知らんかった。
おお、かっこいいナタリア。ここはこのマウンテンカートとマウンテンバイクのコースです。楽しい。そう、めっちゃ絶景。ナタリア似合っとるね、それ。ありがとう。レーサーみたいだよ。レーサーでしょ。じゃあドイツ代表行ってきてください。はい。行け。がすごいね、はい、ボコボコすぎてもう全身痛いです。いや、なんか私の背中がお尻が温かくなった。ねえ、めっちゃボコボコ、全身マッサージみたいな。マッサージです。でもすごく楽しい。うわ、すごい。あっち側の景色もすごいよ。すごいよ。なんかマウンテンバイクの時にこの見たいのは景色。いいね。今からゆっくり戻って私のカバーに。今ちょっと紅葉終わって、標高高いから終わってるから、ここら辺は。そうなの？なんか枯れ葉、もう枯れ葉になってるから。お待たせ。わんぱく坊ややな。わんぱく？わんぱく元気やね。スイング、あ、本当や。千年で二人。ちょっと一回寒いので、うん、温かい飲み物飲みに行こうか。はい、その後。ね。結構むずいでしょ。まだ一本も行ってないよ。なるほどね。体まっすぐ。まっすぐ。はい、集中。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 危ない。ギブアップ。ギブアップ。やめた。ギブアップです。負けちゃいました。私よりの方が上手だった。いや、同じぐらいです。同じぐらい。行きましょう。何これ。カプチーノみたい。みたいだ。行こう。なんかあそこ有名なカフェらしい。おー、景色すごいよ。そう。なんか絶景のカフェで有名らしい。うんうん。いいね、いいコーヒーにいい景色は最高なんじゃない？ですか、ナタリアさん。はい、まあ、やっぱ結構寒いね、本当。アクティビティしないとちょっと涼しい。もう一回マウンテンカート行かんな。もう一回行くと温まります。温かい飲み物とクッキーを買って、カプチーノ買ってカフェに行きました。超絶景です。すごい。
そこは写真スポットらしいです。綺麗ね。すごいね。ちょっと動画じゃ伝わらない凄さかな。ちょっとやっぱこの辺になると紅葉も終わりかけかな。そうだね、うん、でも向こう側の景色とか向こう側の山は今多分見頃時期なんで、うん、ちょうど綺麗かな。綺麗と思うね、うん、山の高さによって多分紅葉の時期って変わるから、うん、あ確かに寒かったりすると 早く終わるし。あそうですね、うん、紅葉が綺麗だ。毎年見たいです。確かあれじゃなかった、ナタリア日本で一番好きな季節秋じゃなかった。秋です。でナタリアが生まれたのも秋やもんね。はい、秋に生まれました。秋生まれ、秋生まれ子で秋好き、秋好きです。秋生まれの秋好き。はい、紅葉だって、紅葉も綺麗ですよね、うん、あとは外での晴れでも晴れの天気もあり紅葉も綺麗し、あと暑くないし、でも寒くないし、なんかまあちょっととかね、でもセタで気持ちいい。そうやな。なんかだから洋服も好きやもんね。だから秋ってほら洋服いっぱい着れる。そう、秋でもドレスで大丈夫だし、暖かいタイツと多分綺麗なカーディゲンとかで。いいですね。うん、なんかあれやよね、いろんな組み合わせができるもんね、秋だったら。そう日本の秋だったら。まああとご飯も美味しいよね、秋。まあ、日本だったら秋になると、スイートポテト、さつまいもとか。私はあんまり。あと柿とか。柿も。あと栗。とかぼちゃとか。きのことかも。とかそう、美味しいものいっぱいになるから。うん、日本では秋のことを食欲の秋っていう。そうなんですか、うん、ただ美味しい野菜とか。そう美味しいよね。まだ食べたことない日本のものたくさんあるでしょ。わかりません、まだ食べることないので、見ることもないのでわからないんでしょ。連れてかんなんで。はい、どうやってなんか How can I knowabout something I never saw, I know, I never eat. うん、分かった、じゃあ連れてきます。お願いします。、うん、じゃあちょっと今から少しお腹空いてきたので、お昼ご飯でも食べに行きますか。うん、行きましょう。